大丈夫だ。まあな。そうか。うん。お。実を言うとな、まさか、え？だろ？立ちふさがるなら狩るだけだ。私の出番だな。かかってこい。厄介な。セイフ。
い撃つ。行くぞ。どう動く？見えている。どう動く？どう動く？私の出番だな。行くぞ。当たるものか。私の出番。狙い撃つ。私の出番だ。どうか。全力だ。かかってこい。当たるものか。私の出番だな。かかってこい。かかって、全力だ。私の出番だ。かかってこい。私の出番だな。かかってこい。全力だ。相手にも敬意を払う。リンデに手伝わせて、こいつさすがに雪の上でた。おや、私は占い師だよ。こんなすごい占い師がいるなんて、この人ならきっと。というのは嘘な。嘘？魔物と心を通わせる狩人、そんなもんもうほとんどおらん。私でも知ってるのはザンターの坊やくらいなもんさ。あんたザンターの弟子なんだろ。黒き森の範囲と噂は聞いてる。魔物を使う手並み、都市格好、手がかりがあれば推測できるもんさ。あとは分かったことだけ口にすればいい。そうすれば外れないからね。こうして百発百中、希代の占い師スサンナ様の出来上がりさ。インチキ占い師でがっくりきたかい？いや、逆に信頼できる。あなたが口にすることは絶対当たるという証拠だろ。あっ、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 あ、いいだろう。何が知りた。うっしょ。あ、中で聞こうかい。ああ、
それ。スサンナさん、師匠は助かるのか？方法はある。本当か？ああ、百発百中の占い師様の占いだ。信じるんじゃろう？そうだな。スサンナさん？あのザンターの坊やが、こんないい子を育てたなんてね。私はちっとも思わなかったよ。あの師匠を見て育ってきたからな。あそうかいそうかい、その手があったかい。サンタの坊やもやるもんだそうだな。言っておくが、悪魔だ。石にされたものを元に戻す。それは悪魔を倒すことさ。はい、そうか。まだ話の途中だよ。な子だね。すまない。このまま挑んでもあんたはザンターの坊やの二の舞だよ。あんたまで石にされたら誰がザンターの坊やを助けるんだい。それはそうだが、まずは赤目に石化されないように対処しなくちゃいけない。ハイトやヘンルーだって薬草は聞いたことがあるかい？いや、初耳だ。この辺りも昔人を石にする魔物がいてね、その時に使われたのが石化を防ぐヘンルーだという薬草さ。赤目とやらの力にも効くはずだ。ヘンルーだのある場所への入り口は先にアレークを行かせて案内させる。ただそこは魔物の巣窟になったもん。焦らず、きちんと準備を整えな。わかった。ありがとう、スサンナさん。うん、いいってことさ。ザンターの坊やは私にとっては出来の悪い息子みたいなもんさ。あんたがその弟子だって言うんなら、私にとっちゃ孫みたいなもんだ。孫のために力を貸してやるの喜ばないババはいないよ。ありがとう。ハイト君、やあ。
いい？さて、どうしようか。キャッ！いらねえよ。よっしゃ、はっ、大切断出直してきな。レオユ。ありがとう。さあ、どうする？うっ、火炎よ、焼き尽くせ。私か。上がってきな。
りゃ。さてと、出直してきな。行くわよ。さてどうしようか。雷鳴よ、驚き響け。よかかってこい。授業はこれで終わりだ。あれか、あれさえあれば。ドラゴン、まさか師匠の話やで。まさか。そういえば4回は聞いた。あ、そうだったか。私以外は多分信じない。そうは言ってもな。あ、いきなり何？くそ、そんな。バカ。狩人ってのは誰にも信じてもらえないような狩りでも、オラ話だ。なんだ。いつかお前も俺に聞かせてくれ。他の誰が信じ。
めている。来い。雷鳴よ、轟き響け。さあ、どうする。狂乱よ、巻き起これ。狙い撃つ。かかってきな。かかってきて。さあ、どうする。どう動く？はっ！よし！どう動く？さてと。いっちょやるか。さあ、どうする。狂乱よ、巻き起こる。かかってこい。足を止めさせてもらう。あかやってやるぜ。ほら、いくよ。狂乱よ、巻き起これ。かかってきな。よしと。ほらよ。かかってこい。全力だ。よっ。さあ、どう出る。あっ。行くぜ。大切断。かかってこい。クジャクの舞。ほら。よし。どう出る。はっ、うん、火炎よ。本気を出そうか。とさあ、どうする。かかってこい。クジャクの舞。かかってきな。はっ。よっしゃ。
ほら。いくよ。えい。さてと。なかなか考えがいがある。氷乱よ、巻き起これ。かかってこい、土砂降りよ。よっしゃ。ほらよ。なかなか考えがいがあるね。あっ！狂乱よ、巻き起これ。私の出番だな。クジャクの舞。狂乱よ、巻き起これ。さて、狂乱よ、巻き起これ。マイル、どう動く？狙い撃つ。よっしゃ！大切断！出直してきな。やったか。大丈夫だ。変ルーダは手に入ったか。待っていてくれたのか。スサンナさんは案内を命じ。待っていたのは俺の判断だ。悪くはない、ね、先に戻る。変なやつだ。おかしいよ。
頼む。それで？それがいい。ありがとう。おやおや。そうだな。ナイト。ハンイット様ですね。そうだが、エリザ様からことづけを託されました。そうか。はい、砂漠の町マルサル。確かに承った。はっ。では私は。もう行くのかい？ああ、いいんだよ。孫のための苦労なんざ苦労じゃないよ。ありがとう。スサンナさんのことよろしく頼む。頼まれるまでもない。それが俺の役目だ。そう。ハンイット、あんたあれだね。もうちょっと自分を自覚しないと。若い頃の私ほどじゃないにしても、あんたは別品なんだから。ん？わかったわかった。気をつけて行っておいで。おう。あ、すべてが終わったらまた来る。師匠も連れてな。